今アマゾンから品物が届きました。玄関渡しでもなく宅配ロッカーでもなく郵送できました。以前はこれくらいのものですと、もう中身にはもうちょっと大きくして、あ、これはちょっと開いてあります、ものすごく大きい梱包で来たんですが、今日はこんなに小さい、郵送で来ました。アマゾンもその配達関係で手間抱えてますので郵便で送られてきました。7月末から8月上旬の大暴落で投資信託とガーバーと下げてしまいました。アマゾン頑張ってもらいたいという感じです。今日買ったのはアクティゴアプラスインカンボレーション株式会社、あ、アプラスじゃなくて A プラスだ、 A プラスですね。これが実用になれば大変嬉しいんですけども、これから使っていきたいと思います。こういう軽い形、これがスマホを固定するホルダーだと思います。スマホホルダー、あ、なんかゴムを押さえるもの、これが締め付けのものですね。オリジナル入ってる日本の販売会社のものです。なんかお手紙が入ってます。なんかちょっと嬉しい感じがします。鶴が入ってますね。 Amazon で使えるクーポンプレゼント、全品対象 10% オフ。フルーツも使えるスマホ防水ケースを今回プレゼントさせていただきました。裏面にもお客様のプレゼントをご用意してました。あ、10% 以外になんか防水ケースが入ってるようですね。まさかこれってことないよ。これが、もしかしたらこれかもしれないな。これがお風呂用の防水ケースのプレゼントのいうものだみたいですね。どうも何度でも使える 10% オフプレゼント、 10% オフクーポン券プレゼント、こっちが取説ですね。アクションカメラにも使える、スマホにも使えれるということです。首にかけて、あと固定はどうなるのか、首が締まる程度にきっちり結ぶと固定されるのか、ちょっとどういうふうなのか楽しみですけど、実用になればいいんですが、今までちょっとスマホは撮影用にはまだ使ったことはないんですね。撮影用のものはスマホでは初めてです。まあ、これはちょっと GoPro にも使えそうです。このようなお客様都合の故障でも大丈夫です。強く引っ張って折れた、落下させて壊した、これでもなんか永久保証するって書いてあります。これがネックレス式マウント、これが360度回転マウント、これがスマートフォンホルダーですね。360度回転するから、まあ、どっちでもいいんだろうな。手はちょっと疲れるのでネジお願いします。それでこういうふうにかかるので、これでスマホはこのケースはそのまんま、つくかどうか。おっと、つくようです。あ、これ縦型だ。これは縦型ですね。ショート用の縦型になります。でこれを360度変えるんですけども、変えるとえらいネジが緩んでしまうんで、これはもう横とか縦とかになる固定ですね。これは多分これで、でストラップがついていたんですけども、私はもうこれのもともとあるスマホのストラップをそのまま首にかけますので、これは使わないということになります。ちょっと落下防止のためにこうストラップがこう付属していたんですけども、これは使いません。さてこれで組み立てができました。これが
首掛け用にセットしたマウントですね。でこれを首にかけます。で落下防止のストラップをかけます。でカメラの邪魔にならないようにして電源を入れます。発信するはずですね。おかの立花のほどのあがみやらに急ぎ払いたまいすときになりまする。あれど神たちもろもろのまがごとあつにいきまれあらのば払いたまえ清めたまえと申すことを苦しめせと仕込みか仕込みも申す。マンション内に駐車場抽選で外れちゃって、外に駐車場借りてますので、ちょっと荷物があるときは結構しんどいんですね。空のときは別に普通に歩くんで、むしろちょっとね歩いた方がいいぐらいなんですけども、今日はちょっとウイスキーを買ってきましたんで、もうちょっと前行くか。こんなもんだな。夏対策。石が持ってアルコールを持っていきます。今日はブラックニッカを3本仕込みました。これはハイボール用です。よりも重いとちょっと厄介だ。これだけ持ってます。マンションの前に停車してウイスキーを下ろす手はあるんですけども、今日は一人なので駐車場から運びました。運んでいます。来た時はここに花が咲いてて、ずっと手に触れるように花が咲いてましたけども、季節が巡りました。